お疲れ様です。今日はこちらランバルフリーズやっていきます。さあこちら懐かしのデッキの現環境型というわけで、進化はウィザーですね。はい、これ昔はベビードラゴンでねよく使われてたんですけど、まあ今もうウィズが壊れすぎるっすね。はい、まあこういうデッキにも入ってきますし、エリゴレロイとかにもいるし、高回転のホグにもいるし、ほんと何のデッキにでもいるかな。ペッカとかにもよく入ってるし、単純に限界トップウィザードがね、環境最強限界突破かなと思います。はい、おすすめです。今進化させるならウィザードがねめちゃんこ強いです。っていうわけで、よいしょ、一旦耐えますか。新兵隊かな。でこのボーラーとかもね、なんか最近登場した、まあ、限界突破ドリルにも強いし、だいぶ強いか、ドリルのメタね、だいぶ強いし、まあ普通に親衛隊今回来ましたけど、こういうのにも強いと。相手これヤナメだったらいいな。ボイドじゃなかったらね、もうランバルして終わりです。まだボイドだとしてもみたいなとこないかな。さあ1本ぬるっと折っていきますか。いや相手はね、まあ、小さなダメージの積み重ねみたいなデッキなんで、ちゃんと耐えることが大事か。許容しながらね。よし、いやこれ親衛隊に対してさ、ぶっさりさりだからね、ボーラーもウィザードも。よし、まあ適当に耐えて1400。まあ守れるなら守りたいかなっていうね感じではあるが、まあ中途半端に守っておられるのが一番嫌なんで、まあ最悪1400捨ててもいいな。ユニット固めるのが強いんで、まあ、このデッキマジカウンターデッキっすね。怖っ。でもね、奇跡的にね守れちゃいそうなんだよ。いや絶妙に怖すぎんなこれ。いや捨てます。気持ちは、こんな花から捨てとけよかったやんって話なんですけど、まあ負け筋このマイチー君ね。いやどう考えてもさ、ランバルすれば勝てるんですよ。どう考えてもね。いやでも怖いのがクラロワなんでね。もうね、ロキホーだけしばくことを考えて、ユニットをためんのがね、こんデッキの強みでね、あとはロキホーしばければいいんでね。止まるの。あれ、あれ、まあ、エンターテイナーですから。こういうのもあって、バルーン、おい。怖っ。
なんかやられもうっともさ、なんもないからさ、なんか毎回対応するのはちょっと大変ではあるが、なんかそこをボーラーとかウィザーとかでいい感じにできれば、まあもっとねいいんでしょうね。ちょっとなんか欲しすぎたな、タルババとかね。まあトルネで頑張りましょうよって話ですか。まあこの範囲でね、あの今みたいな相手にはね、基本的になんかボーラーウィザードランバーナイトみたいなこう形組んだらよもよも固めまくる。もしボイドとかだったとしても、まあ、なんとかなるし、まあ、基本的にユニット固めんのが大事っすね。で重たいんであんま自分から動きたくないな。エリゴルとか来ねえかな。ワンチャンある、ガン待ちだな。まあ、2倍から強いんで、1倍はね、ふにゃふにゃですよ、これ。ついていけないんでね。枯渇デッキとか来たら。おしまい、プリンプリンプリン。あ、ゴブリンバレル、ゴブリンバレル、つってもう忙しくなるんで。まあ、できるだけキング起動しちゃいたいよな。うわ、こんな出してこねえのか。まあ、待つか。このデッキはね、ほんとなんか甘えてケツプリンスとかかケツボールとかしてもう逆サイプリンスからのみたいな GG になっちゃうんで、ちょっと重たいんでね。まあ残り30秒待って、まあケツウィザードから返しでもいいな、ボーラーでもいいんですけど、進化を貯めたいよね。最近ちょっとスタンプ集めてんだね俺。増えたかもしんない、前より。こんな使うことねえけどな。さあ来たぞ、わかんねえなデッキ。まあウィザードぐらいいいやろ。なんか近そうなデッキだな。ミラーテックスの顔さあんのか。いや、ないな。エレジャイ？わかんない。わかんないっす。マジ近そうすぎる。テスランのか。トルネまだありそうね。スケロ。まあフリーズの可能性もないことはなかったが、同じようなデッキっすね。でも絶対取れなるっすね。頑張れ。もうね、なんかユニットが強いんだね、意外と。ユニットぶっぱでね。いやー、テスラか。てか、ヤナメなんて取れねえな。カッチカチやでー。いや、同じね、同系統っすね。まあ今みたいなんが理想の攻めっちゃ理想の攻めっすね。テスラがね、なんかインチキだな。相手大した呪文ないんで今んとこ。
でも時間終わる。いいよ。え。え。なんか終わりました。気づいたら、え、試合時間短。待ったからか。いや、これは同じなんですよ。もうね、これはね、もう6年ぐらい前から変わんないっすさ。このバルフリ VS スケラフリーズみたいな、まあ、相手フリーズないけど。フリーズあったか。いや、まあどっちもいいんですけど、まあお互いダメージ取んない中で、もう絶対スケラがチクチクチクって入って、うん、ちょっとタイブレイクでダメージ差で勝つみたいな。はい。アホです。アホマッチですあれは。まあ、考え方似てますよね。お互い引きこもって最後に、ね、バルーンレイジフリーズで勝とうぜ。はい、スケラフリーズで勝ち、みたいな。はい。まあ、陰キャがすることっすね。引きこもってフリーズ。はい。本当にせっこいわ、立ち回りがな。仕方ないっすね。はい。あれ仕方ないっすね。もう5分ぐらいあったら話は変わってたかもしんないっすけど。このデッキ2倍タイムまで待ったらね、基本的にもう時間ないんでね。延長というものがない。そう、ロンボルモスコのね、珍しいんじゃない。うわ、許容でいいんじゃない。普通にうざそうだけど。おやおや、ういー、さあラッキーっつって、なぜか知らんがランバーを出したら勝てた。このナイトの位置やばそうだ。痛いよー。まあ基本的にほんとカウンターするだけなんで、今みたいな相手がね勝手にコス使ってくれたら俺のが有利ですよっていうかね、止まんないですよっていうね。まあバルーンデッキとはいえど、結構ね、ボーラーを刺したり、なんだろうね、インドラを刺したり、ウィザードを刺したりするデッキのイメージがあります。はい。もう、やめた。真面目に守るのはやめた。もういらねえもんな、なんか。シンカブレキ強い。ウィザードが残れば、え、まずい。いやー、まあ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 さ、バルーン出したっけ俺。出したか、一応。もうそう、いや、あそこにボーラー出して射抜いてあげたいよな。これで2発ぐらい入りそうじゃね。うちの石ころどう。はい。でインフェも壊せて、タワーにも入って、バルーンもなんか届きそうだな。フリーズしようか。でコウモリしかいなかったよな。はい、気持ちいいっていうのがもう理想ですね。はい、後ろから本当ユニット出して足早バルーンでフリーズパキーン。今のはいい立ち回りというか、まあね、なんか噛み合ってましたね、このデッキと。基本的に合わすだけなんでね。お、なんか来た。ちょっと待っててね。ちょっと待っててね。え、相手何も出してこんやん。来た。ホグ。ホグか。まあ1倍タイムで変なダメージを受けすぎなければ。相性は悪くないと思います。あのちゃん、ここでもフリーズとかやっちゃったりね、しちゃいたいよな。
まあロケット奉仕とかいうカードが強いって感じか。え、ファルチなことある？いやこれ多分ロケだと思うんで、まあロケット使わせようか。よし、ファルチオーグね。あー、まあロケットるね。まあちょっとやだけど、まあちょっとやだぐらいか。なんか両サイドで組んだら事故りそうだな相手。正直早めにキング起動もしちゃいたい。え、このアイスピさ、マジまずい匂いがする。あぶね。たまになんかアイスピが邪魔してさ、僕が突っかかるんだよな。よし。で、まあ、こっからはね、正直、ロケがあるんで、まあ、バルーン飛ばしたとってあんま入らないんですけど、このインドラとか、進化ウィザード、ボーラーっていうキャラが相手してはね、結構めんどくさいと思うんですよ。だから、ね、この周りのカードで攻めます。微妙だった一言で言うと微妙ではあった。いや、むず。いや、これランバーを残すのがね、最適だったりしちゃったり。トルネカ、レイジバルーンって事故るよね、よく。わかるわその気持ちレイジバルーンってなぜかキングに据えねえことあんだよな。でけえ。さあ、ロケ持ちにもね、こうやってなんかウィザードボーラーでユニットでね、プレッシャー当たるのが大事かな。まあ垂れ流せばいいね。垂れ流して守っときゃ気づいたら勝ってるデッキですかね。さあ、守りです。はい。また逆に相手に合わせるだけでいいんで、正直楽っちゃ楽ですけどね。おお、スパーキーやん。めちゃめちゃスパーキーやん。はい、全て受け入れます。1倍はね、何もできない。はい。いや、これエレキがね、まれにいるんですよね。スパーキーにね、まれに。めちゃんこエレキの顔してんな。まずいか。でかっボーラー優秀すぎないか。ちなみにこの相手、対空がエレキだけなんで、今バルーン行ったら刺さるんですけど、イリババもいます多分ね。だからちょっと耐えます。ここで行ってもいいかもね。行きます。え、マンナ早くね。いや、近畿するわ。エレキの近畿ってこの辺だったっけ。あっ、やっちまりよ。いや、耐えようか。おとなしく、おとなしく耐えましょう。まあ、ガンイモプラン正解ではあるか。一応逆もケアしていきます。うん、いや逆ちょっと狙ってんね。いやー、これね、エレキが高めに来て結構難しいな。いや、完璧でした炭の形。エレキ回んのか、早いな。こんにちは。
意外と止まっちゃうな。こういうの怖いよな。うん、いや、次よ。バケモンウィザード降臨。849章、ランバルしたら勝ちやないですかーいっつって。何も考えず行っちゃう。はい、俺だけは負けでーす。気持ちいい。さすがに止まんねえな。まあ、体育少ない相手だとね、まあ、戦いやすいね。さあ守りましょう、ひたすらザップね。俺も進化貯めてえな。まあ、相手がこれ動いてくれないとね。でもあの試合が進まないんですよね。さあゴブジャイ、わあカチカチや。ザップ使ったし、どうせボイドだし、ユニット適当に出して、よし。正直こういうのにランバーとかつけるだけでも強いっすよね、残ったのに。はい、フェイバルーンにしちゃった。フェニックかな。まあでもこれはバルーンを届けるんじゃなくて、まあ、ここのフェニックスをしばいてなんか相手にコストを使わせられたらいいなーっていう、はい、感じです。ゴブジャイね。いやー、まあプリンスの受けがちょっと少ないんで、俺それが怖いぐらいかな。いやで、ここも待ちます。はい、これ自分からウィザーとか出して逆サイ来られたら負けちゃうんで、この一球はね待たなきゃいけない。で、相手がダクビリ出したらランバー合わせるし、何も出さなかったら一旦待つしね。本当に相手に身を委ねます。やめてほしいな。でフリーズもね、1倍タイムは積極的に防衛に使ってきます。守れないんでね。はい、限界です。こうじゃなきゃ止まりません。2倍タイムからやっとね、ランバーバルーンに自分のなんか攻めフリーズ打ってたりいろいろするんで。インドラとボールは間違えた。縦線にインドラ出しても何も意味ねえ。いやで、これはちゃんと守ります、この状況からね。はい、右行かないんかいっつってね。はい、行かないです。もう相手が攻めてくるのを待つだけですこれ。こういうの行ってもいいかもね。手に裂いてるな。進化ザップ嫌だけどね。まあ、でも止まってくれたらいいか。おいからの思い出す、おいっつって、やばこれで倒れんのっていうね。なんなら追い打ちでフリーズまでねあるんでね。さあ、まあこういうデッキですね。本当に相手に合わせて合わせて合わせて、バルーンは添えるだけ。そう、左手は添えるだけ。守るぞアイスピー、アイスピ守るよね。あ、ホグや。一発？一発殴ってくれたら幸せなんだけどな。まあこれは別に何でもよくて。わあ、このキング起動幸せっすね。正直もうグッドゲームと言いたい。え、でこ。2発。もう一つ、惜しい。え、リトプリロケッコホグ、ちょっとレアっすね。なんか2枚いんな、対空。このアイスプ美味しくね。入んのか。あーん。延命されるか。ちゃん噛み合ってもいい。
や、ボムなんや。終わってくれ。なんかちょっとシャレ落ちとるんでした俺。どうやろ、いらんかったか。これインドラでさ、アイスピアルなければ。あー、いい、アイスピア。なんならフリーズしちゃって。いや、でけえ。逆になんか1枚タイムに、ね、今みたいにもう攻め切っちゃうのも良かったり、ボールのエイムが悪かったら、え、マジやばそう。おお、やるじゃん。やべ、みんなで出しちゃうよかった。ちゃっちゃ、何でも出さんかった、バカだ。やべ、絶対バカだ俺、マジでバカだ。入りすぎだろ火花。え、絶対バカじゃん俺、もったいなすぎんの。ボムタワーだったんで。いや、でもホグスっしょ。よしよしよし。え、ってか左が2000までいってるぞ。ホグ、どうやってこっから相手削るんやろな。無理だよな。俺はなんか一生さ、はい、ユニットをね、後ろから溜めて溜めて溜めて、これでいいかな俺。溜めるだけ。溜めて、あの子ぐらいは早めに引っ張って芝居とかないと、まずいよねっていう。で、フリーズしちゃいたいな、ああいうのに。で、こう余裕がなんかできてきたら、バルーンとか行っちゃって、あ、もう止まんねえじゃん。インドラがね、実はインドラがね、いや、ボーラーがね、どっちだ。インドラなんですよね。さあ、っていうね、バルーンデッキではあるが、インドラがぶっ刺さっていきますよと。というわけで、こちらね、バルフリですね。なんか今でも世界、ほんと3位ぐらいの人が使ってました。はい。まあ、バルーン好きの方はぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。おしっさまだね。